どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度問101から問110までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。それでは、早速始めていきましょう。第5章に入ってまいりました。はい、問101番ですね。一般用医薬品の添付文章に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。はい、A は正解、それから B なんですが、添付文章は開封時に一度目を通されれば十分であり、保管する必要はないよとあるんですけど、そんなことありません。一度だけではなく何度も見てあげてください。そして、保管しっかりとですね、していただいて困った時にいつでも取り出して読めるようにしていただきたいなと思います。ということで B は誤り、それから C は正解、そして D なんですが、添付文書の内容は、医薬品の有効性、安全性などに係る新たな知見、それから使用に係る情報に基づき、年に1回定期的に改定がなされておりますよ、というところなんですけど、誤りです。まあ、年に1回やつはメーカーさん大変ですよね、って突っ込みたくなりますけど、いや、まあ、重要なところを変えられたりとか、まあ、重要じゃなくてもですね、こう、変更があった場合はですね、必要に応じて随時改定がなされますので、こちら D は誤りとなります。年に1回ではなく必要に応じて随時、行われておりますので、D は誤りとなります。はい、ということで1番が正解でした。では次行きましょう。問102番です。医薬品の保管及び取扱上の注意に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。A なんですが、直接日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に、保管することと記載されている錠剤、カプセル剤、散剤は変質しやすいため、開封後は冷蔵庫内に保管することが望ましいですよとあるんですけど、これ誤りです。冷蔵庫内で保管することが望ましいのはシロップ剤になります。はい、ということで、それ以外はですね、こう冷蔵庫内に入れてしまいますと、こう出した時にこうね、湿度の差によってですね、湿気を帯びてしまったりということもありますので、なので、こちら A は誤り、それから B、C は正解、それから D なんですが、防腐剤が添加されている、点眼薬であれば、細菌感染をしにくいため、複数の使用者間で使い回すこと、これもダメです。複数で使っていくとこれも細菌感染の原因になっちゃいますから、防腐剤が入っていてもこれはダメに誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解でした。では次行きましょう。問103番です。医薬品の使用期限に関する次の記述について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A なんですが、使用期限の表示については適切な保存条件の下で製造後2年を超えて正常予備品質が安定であることが確認されている医薬品においては法的な表示義務はないよとあるんですけど、これ2年ではなく3年です。よく引っ掛けてきます。これ気をつけておきましょう。でさらにこちら、品質が安定であるものですね、安定であることが確認されているものについては法的な表示義務はありません。ただ第5章今ここやってますよね。で第4章に関しては、3年を超えて正常備品質が安定でないものは表示義務がありますよというものが書いてありますので、ここ第4章第5章同じ内容のことを言ってるんですけど、安定なのか安定じゃないのかによって義務なのか義務じゃないのかというところをですね、変わってきますので、ここを押さえておいてあげてください。はい、ということで A は誤り、それから B、C は正解、そして D なんですが、購入後開封されてからどの程度の期間品質が保持されているかについては、医薬品それぞれの、包装、形態や個々の使用状況、保管状況などによるもので、購入者などから質問などがなされたとしても答えてはならないとはあるんですけど、いや、そんなことないです。答えてあげてください。はい。なので、こちら D は誤りとなります。はい。ということで答えは2番が正解でした。では次行きましょう。問104番です。一般用医薬品の購入者などに対する、情報提供に関する次の記述について、誤ってるものを一つ選びなさいということで、はい。誤ってるのは3番が誤っております。
第三類夜勤はそれを適正に使用した場合であっても体の変調不調は起こり得るものの、要指導夜勤並びに第一類夜勤及び、第二類夜勤と比較して副作用を生じるリスクは低いため、一般の購入者などから相談があった場合でも専門家による情報提供は必須ではないよとあるんですよ。そんなことないです。必須です。一般の購入者から相談があった場合は必ず情報を提供しなくちゃいけない義務になってますので、これ、3番は誤ってる内容となりました。ということでよろしいでしょうか。はい、では次行きましょう。問105番です。一般用医薬品の安全対策に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 ABCD 全部正解ですね。このあたりはですね、安全対策に関するところです。なので、それぞれですね、例えば B の解熱鎮痛成分としてアミノピリン、スルピリン、こんなの勉強したことないよ。そうなんですよ、これ第5章のところでしか出てこない成分となりまして、なので、まあ、このアミノピリン、スルピリンをアスピリンって引っ掛けてくることがあるので十分に気をつけておきましょう。あとは解熱鎮痛成分じゃなくて他の成分とかで効いてくることもあります。で、さらに死亡例が出たのか出てないのかっていうところもポイントになります。それから C の詳細ことによる感染肺炎ですね、こちらインターフェロン製剤と併用したことによって、さらにですね、感染肺炎が報告されましたよという内容になってます。で、さらにこれ、こちらもですね、死亡例が出てしまったので緊急安全性情報が一般用医薬品でも出されたことがあるよというものになりますので、こちら C ですね、ここもいろんなところで引っ掛けていきますので押さえておきましょう。はい、ということでこのようにですね、引っ掛けるところたくさんありますので、全部正解ですけど、もう一度ですね、読み返して、うん、これ正解だな、うん、ここを、ま、あの他の過去問やった時に、あ、これ間違いだなとかっていうのをちゃんと見極めができるようにしておいてあげてください。はい、ということで答えは4番が正解でした。では次行きましょう。問106番です。医薬品の適正使用安全対策に関する次の記述について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解、 C なんですけど、青少年では薬物乱用の危険性に関する知識、認識や理解が必ずしも十分でなくと、そうですね、好奇心から身近に入手できる薬物を興味本位で乱用することがあるため、小中学生のうちから啓発は望ましくないよ。そんなことないです。小中学生のうちからですね、しっかりとそういった啓発、活動をしていただく必要がありますので、こちら C は誤りとなります。はい、それから D なんですけど、一般用医薬品はその添付文書またはその容器もしくは、秘方に用法用量その他、使用および取扱所の必要な注意などの記載義務はないよとあるんですけど、これ、記載、してほしいこと、添付文書とかにですね、こう、記載してほしいので、なので、こちら D は誤りとなります。はい、ということで、記載義務はないよというところが誤りですね。はい、なので答え A と B の1番が正解となりました。では次行きましょう。問107番です。医薬品成分などとそれを含有する一般用医薬品の添付文書などにおいて、次の人は使用しないことと記載されていることとなっている基礎疾患などに関する次の記述について正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、このあたりからですね、医薬品の成分名が登場してきました。結構苦手とされる方多くいらっしゃると思います。なのでまずはですね、ここでは、使用しないことなのか、それとも相談することなのかというところをですね、しっかりと見極めていただき、今回は次の人は使用しないこと、やっちゃダメですよというような内容となりますので、それも踏まえて見ていきましょう。 A のスクラルファート、これアルミニウムを含んでおりますので透析を受けている人ダメですよね。それから B のカフェインなんですけど、これ糖尿病というところなんですけど、カフェインに関しては例えば胃潰瘍だったりとか、心臓病とかね、そういった人で、この基礎疾患というところがありますので、なので、今回この糖尿病となっているものに関しては、プソイドエフェドリンなんですよ。そう、アドレナリン作動成分のうちで、プソイドエフェドリンが結構いろいろ注意しなくちゃいけない内容がたくさんありました。なのでプソイドエフェドリン、例えば糖尿病、あとは、その次の C のところ、甲状腺機能障害だったりとか、そういったものがですね、プソイドエフェドリンに該当してきますので、なので C のインドメタシンはこれ甲状腺機能障害ではございません。なので、こちら、あとは D の、芍薬甘草糖心臓病というものの適用、これありここ該当ありますので、なのでこちら
ら、B と C の2番が B と C が誤りで、D の2番が正解という形になりました。はい、ということでここもう一度ですね、手引きの、第5章の別表のところを確認しながらですね、しっかりと、確認で読み進めるようにしてあげてください。はい、では次行きましょう。問い108番です。ステロイド性抗炎症成分が配合された、外用薬を可能している患部に使用しないこととされている理由に関する記述について正しいものを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。ステロイド性抗炎症成分というのは炎症を鎮めます。炎症を抑えていく働きがあるんですが、もう一つ抑えなくちゃいけないものがありまして、免疫抑制作用というのがあります。いいですか、免疫抑制作用ですね、免疫抑制作用ですね、があります。はい、免疫力を抑制していくので、なので医療用のお薬では、免疫が過剰になってしまった人に対して免疫を抑えるような、もので、お薬使っていくんですけど、今回この、ストレート性の抗炎症成分の外用薬なんですけど、これも外用薬なんですが、免疫を抑制する働きもあるので、なので、こちら該当するのが3番の、細菌感染に対する抵抗力を弱める、これ弱めてしまうというのは要は免疫力を弱めてしまうのでというところに該当してきますので、ここ3番が正しい内容となります。はい、ということでもう一度第3章に、帰っていただきまして、ストレート性の抗炎症成分がどんな働きがあるのか、炎症を鎮める働きがあるよ、それから免疫を抑制する働きがあるよというところですね、押さえておいていただきたいなと思います。はい、ということで次行きましょう。109番です。分娩時出血の増加の恐れがあるため、一般用医薬品の添付文書の、してはいけないことの項目に出産予定日12週以内の妊婦と記載されている、医薬品成分について正しいものを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、イブプロフェン、そうですね、イブプロフェン以外にも例えばアスピリン、それからアスピリンアルミニウムとかがですね、出産予定日12週以内の妊婦さんはダメですよというものがあります。ということで、まずはこの3つの成分ですね、まあ、このアスピリンアルミニウムを統一してアスピリンと抑えていただければいいかなと思いますので、イブプロフェンとかアスピリンですね、いわゆる、皆さんがよく知っている代表的な解熱鎮痛成分の中にありますよね。そうですよね、イブプロフェンはそうですよね、イブっていう商品ありますよね、とかアスピリンはバファリンとかですね、そうですよね。なので、皆さんがよく知っている代表的な解熱鎮痛成分がここ該当してくるんだなっていうところですね。ぜひ、そんなイメージで覚えていただくと良いかなと思います。はい、ということで、こちら問い109は、5番が正解となりました。はい、では次最後ですね、問い110番です。次の医薬品成分のうち、添付文書のしてはいけないことの項に、腸管粘膜への刺激が大きくなり、腸管粘膜に炎症を生じる恐れがあるため大量に使用しないことをと記載されていないものを一つ選びなさいということで、いないものはどれかというと、こちら4番が該当してきてしまいます。はい、ということで、センノシドとかピコスルファートナトリウムとかサントラノールとか、ダイオウとかこのあたりはですね、下剤だったりとかしますよね。なので、まあ、そんなようなところですね、ぜひぜひですね、押さえといていただきまして、ここ特にどれがそうなのかなというところ、このあたりも、ぜひ、第5章の別表などで確認しておいていただくと良いかなと思います。はい、ということで、ここのところ、まずは成分のところですね。難しいところたくさんありますので、もう一度別表を確認していきましょう。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などにもお答えしておりますし、いろんな試験の情報なども配信しておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。